おはようございます。8月13日日曜日、全国の天気をお伝えします。関東地方や東北地方では雨が降りやすい天気となります。西日本は晴れて強い日差しが照りつけます。中部地方にかけてかなりの残暑となりますので、暑さ対策、熱中症対策、万全に行ってください。また午後は大気の状態が不安定になることでにわか雨の可能性があります。天気の急変に注意が必要です。一方で関東や東北地方では太平洋側を中心に雨が降りやすいお天気です。局地的に強い雨や雷雨となる恐れがありますので、雨具を持ってお出かけください。また北海道も雲が優勢で雨が降ることがありそうです。こちらも折りたたみ傘を持ってお出かけいただけますと安心です。西日本や中部地方だけではなく、日差しが乏しいエリアでも蒸し暑さは感じられそうです。しっかりと熱中症対策をしてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。